こんばんは、石田優也です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。はい、今回はですね、いよいよ前からちょっとやってみたいとみんなで話していた、小説家になるにはどうすればいいのかという、うん、それこそうちのラジオでしかできない、はい、テーマをちょっとガーンと深掘りしてみようかなというふうに思ってます。で、流れとしては、最初に僕が今のその小説家になるいろんな方法のうち一番これがオーソドックスかなっていうのをいくつか話をして、で、その後、陽平君と廣奈さんに素朴な質問、実際に書くにはどうしたらいいのかとか、ね、まあ、いろいろ考えてきてもらってるんで、それを、こなしていこうと思います、はい、なので今回これ第1回なんですけど、はい、実はこの番組のリスナーの人って作家になりたい人結構多いんだよね。そうなんですよね。今回これを見てもらった上で Q&A がダーッと集まったら、これから作家になりたい人の Q&A に答える回っていうのを、うん、一回またやってもいいと思ってるんで、ぜひちゃんとですね、繰り返し見てちょっと覚えてみてください、うん、あ、そうか、自分はこの章があっているとかっていうのは分かると思うので、はい、でもまさに井川さんおっしゃってくださったように、今回ね、うん、この企画というかこれを立ち上げたというかきっかけで、やっぱりこう今おとらじちょうどやっても7ヶ月ぐらいですけど、うん、YouTube でもこう YouTube の方かで、うん、過去のね、Q&A をいくつか切り出してるんですよね。で、はい、どれくらい聞かれたかっていうのを見ると、実はこのね、小説家になる庭のこうミニ質問みたいなのを以前いただいてたことがあって、うん、それがこう、未だにこう、もうトップにずっとあって、だから、いわゆる、まあ、データ的にっていうのもあれですけど、やっぱり本当にこう、まあ、これ、イラさんの見てる方なんで、なおさらでしょうけど、なりたい方っていうのは、こう、うん、なんか感覚だけじゃなくて、本当に増えてるのかな。いや、もうめちゃめちゃ増えてる。ってことですね、だってさ、やっぱりさ、小説家ってさ、元手が全然かからないじゃない。なるほど。カメラマンになるにはカメラ買わないといけないからね。鉛筆は誰でも持ってるし、ね、腕一本ってことですよね。そう、スマホでも書けるしさ、うん、うん、確かに、うん、で、こういう時代なので、もうなんか働くのしんどいじゃん、うん、なので部屋に引きこもって自分でコツコツやってお金になればいいなってみんな思ってるんだよね。外に出なくてね、そういう意味では出ないわけですよね。その書くこと自体は、うん、ということでですね、じゃあちょっと触りをいきましょう。はい、はい、小説家になりたい人、もうね、激増中です。あ、まさに。ね、僕がデビューした頃って25年ぐらい前じゃない、うん、その頃は新人賞の応募って300、400ぐらい、今多いところは1000、2000、3倍、4倍なってる。で、一番多いところは5000、6000。あ、そんなに。お、だから、小説家になりたい人は激増中です。うん、ただ、うん、これが分かんなくない？うん、どうなったら小説家なのか。そう、どうそれに今小説家ってすぐなれるからそうなる、すぐなれる。だからそれには要はこれです。一番最初に大切な質問が2つ、うん、なんだろう。要するにですね、2つの質問というのはこれです。もう根本的なことなんだよね。あ、うん、まあ、1番、何を書きたいか、うん、2番、小説で、まあ、生活していくか稼ぎたいかってことなのよ、うん、で、この2つの質問によって、このこれスクール違いって書いてありますけど、いわゆるアメリカのソウルミュージックとかで言えば、はい、オールドスクールとニュースクールに分かれるわけ、うんうん、小説のデビューの仕方が、へえ、それで分かれるんですね。分かれる分かれる。だってこっち側ニュースクールはデビューすぐデビューできるから、うん、だからこっちがクラシック音楽でピアノ練習する、バイオリン練習する。あ、こっちはラップターンテーブル回してすぐ詞を作ってラップで歌うみたいな、うん、で、ありものの曲の一部を繰り返してこすってさ、バックトラックだけつけてラップは自分で作ればすぐできるじゃん。10年間ピアノの練習しないじゃん、ニュースクールは、うん、ソウルだって。じゃあラッパーは下積みとかいらないってことですか？うん、下積みとか全くいらないです。いきなりデビューです。ザザン。まず1、何を書きたいか、ここですね、うん、1、純文学。バツがついてます。いや、バツは僕関係ないし、純文学の人は人に話聞いちゃダメなの。あー、そっかそっか、自分から生み出すものなんだ。っていうよりは単純に
純文学っていうのは今まで書かれているものの外側にある何か新しいのを、その可能性を広げる、自分の見える小さい問題から広げるっていう仕事なので、人に聞いてこことここは空いてますよって言われて書いたら、もうそこ空いてないじゃん、誰かがやったとこだから。なので純文学の人は自分の人生をかけて悩みながらコツコツ書いて、で僕はタッチしないし、頑張った芥川賞を狙ってください、でもそれには今まで誰も書いていないものを書くのが大事だよってこと。そして純文学って感じする。そうだから純文学は感知しないので、お好きに、でお好きに自分の方法を曲げない方がいい。で、次、大人のエンタメ小説、ミステリー、ファンタジー、ホラー、青春もの、恋愛もの、ETC の大人向けの小説っていうのを書く。これがみんなの一番小説家のイメージに近いと思うんだよね。そうですね。で、それとは違って、今、ラノベっていう言葉で代表してるけど、ティーン向けのネット小説とかそういうのがあるじゃない。ラノベの文庫とか。代表的に今一番多いのは、まあね、2000本か3000本は出てるけど、異世界転生ファンタジー、ラブコメ、ちょっとエロいラブコメ、あの少年ジャンプ的な異能バトル、SF、こっちとこっちだとデビューの仕方が全く違うの。じゃじゃん。じゃあどっちを書きたいかっていうのを決めないとダメなんだな。そう、だから自分で何が書きたいかっていうのが分かれば、どっちに向かって努力すればいいのかがはっきり分かるんで、今小説家になりたい人は何をやりたいのかちょっと考えてみて。まずね、ただなんとなく小説家になりたいとかお金稼ぎたいとかって言ってもダメだから。イラさんがスタートするときもやっぱそれはあったんですか？そのエンタメに行こうとか、どこで行こうみたいな、どういうの書いてみようっていう、ね、僕たちの頃はこれがなかったの。なるほど。これがこれしかなかったから、で僕は純文学も一本書いてみたんだよね。でそれはあの朝日新人文学賞って朝日新聞の賞だった。まあ最終選考まで行ったのよ。ただそれを取り損ねてエンタメの方で書いた池袋ウエストパーク、これが賞を取ったので、こっちを書くようになったっていうだけ。だからこっち取ってたらこっち書いてた。ああ、本当にこの時の選考委員に感謝だよ。本当落としてくれてありがとう。なるほど。だって朝日新人文学賞ってその後ほとんどみんなプロになってないから。でもそういうと、なんだろう、書きたいかと、実際書けるかとか向いてるかっていうのは正直わかんない。ああ、確かに確かに。特にこれから小説を書きたいとか考えている人は、自分が何が書けるか全然分かってないのよ、普通。普通ですね。で、実際試してみると分かんないんで、正直ね、チャレンジしてみるしかない。どういうのが向いているのか。まあ、その話に関しては後でたっぷりします。おお。はい、というところがまあ入り口かな。もはやもう楽しいですね。だから自分が何を書きたいのかと、それでお金を稼ぎたいのかどうかっていう、その2点をちゃんと考えてみて、で自分の答えを出してからこれを聞いてくれればいいです。この後の続きを。でも確かに言われれば、イラさんおっしゃってることすごいシンプルだけど、やっぱり小説家ってね、こう、まあ、正直、例えば僕書きたいもあるかって言うと、今の話でいくとなかなかないんで厳しいと思うんですけど、やっぱりその小説家のライフスタイルってやっぱ憧れるじゃないですか。だから今の2つの質問って本当に当たり前のようでいて、でもそれをやらないで、どうでしょう、イラさんも今までこうね、いろんな、オフィシャルにもそうじゃないにしても小説書きたいとかっていう人いろいろ見てきたと思いますけど、意外と厳しい言い方すると今の2つをちゃんと、そう考えてないから、そう、逆にものすごく遠回りしたりしてる人もいるよ。あれ、この人そっちじゃないのになんでこっちに来てるんだろうみたいなね。でこのあと新人賞はどこがいいかとか、出版社ごとの新人賞の傾向なんかも話が出るので、なおさら、だから今さ、自分が何を書きたいかって言ったけど、俺は書きたいもんがないって人もいるじゃん。そうそう、書きたいもんがない人でも好きな小説はこういうのだっていうのがあるじゃん、はいはい、それでもいいから、自分はこういう小説が好きっていうのをちゃんと自分なりに考えてみてってことかな。じゃあ、俺も書き始める前、デビューする前に。ふむふむ、なるほどですね。楽しみです。期待膨らみますね。でね、これね、本当に、後で有料の時にちゃんと言いますけど、ぶっちゃけね、そこの会社の新人賞は言っちゃダメだっていう会社もたくさんあるわけよ。はい、それも言ってくれるんですか？うん、それもちゃんと話をするので、やっぱり、ちゃんとデビューをするからには、
こういうところとこういうところが通った方がいいんだよっていう。そうすると何を決めるとか、うん、何を書くか決めるとかも当然その人の努力とか才能も大事ですけど、うん、やっぱり今回のねここで押さえておくべきことを押さえておくか押さえとかないかで全然変わってくるってことですね。そうだね。だって自分に合わない賞にさ本当に3年も4年もずっと書き続けてる人いるのよ。でなんか違うなこの人ちょっと違うんだよなみたいなのを選考会の最後の段階でもみんな喋ってたりするの、うん、編集者がついてなんか話してるんだよね、なんか変な方に迷い込んでるんだけどちゃんとアドバイスしてるみたいな感じになるからさ、うん、でどうもこの人はミステリーじゃなくて本当ファンタジー的なものが強いからあっち行った方がいいんじゃないかななんていうことは作家同士のその最後の選考会でも出たりするわけ。あれこの人ホラー得意なのじゃない、この不気味なシーンがすごくいいのにみたいなことね。でも自分で全然わかんないからずっとミステリー書いてミステリー送ってきて賞が取れなくて力があるから最終選考まで来るんだけど逃してるみたいな人もたくさんいるので、説得力あるな、うん、だからね、ちょっともったいないので、本当よく考えた方がいい、書く前に。うんうんうん、なるほどな。じゃあ、一番大事なこの先はね、あの後ほどですが、うん、一つ、人生相談言っときましょうか。そうですね、はい。今回、小説家スペシャルなので、ちょっとそれに関わる質問を、うん、あのいただいてるので、一個、はい、ちょっとあの飛び級でな質問なんですけども、はい、33歳の女性からいただいています。はい。ポッドキャスト恋と仕事と社会の Q&A の頃から楽しくお話聞かせていただいています、はい、コロナ騒ぎが落ち着いたらまた生放送もやってほしいです。皆さんにお聞きしてみたいのは締め切りを守るコツです。私は趣味レベルですが戯曲の執筆をしており時々戯曲賞に応募しています、はい、ですがいつも締め切りギリギリ、発送作業も前日になって郵便局に駆け込んだり遂行が甘くなってしまったりの繰り返しです、うん、皆さんもお仕事上たくさんの締め切りを抱えていらっしゃると思いますが余裕を持って締め切りを迎えるために気をつけていることがあれば教えていただきたいです。今回の質問に関しては、答える権利が全くありません、はい、皆さん、そんな顔してましたね、各社編集部の皆さんごめんなさいさようならさようならってしようあのね、なるほど、言っとくけどその賞の締め切りでも雑誌とか新聞の締め切りでもみんなギリギリに書いてるからね、プロも。おもちろんね、伝説の人がいるのよ。あの、うん、吉村明さんっているじゃない、熊の小説とか、うん、戦艦の小説とか、うん、羽獄とか書いた人ね。あの人は連載が始まる前に全部書き上がっていて、原稿が金庫の中に入っていて毎回それを1週間分とかこうやって編集者に渡すだけだったっていう、もう本当に立派な人もいるんだけど、でもそんな人はほとんど本当にこれぐらいで、もう8割9割の人は締め切りギリギリまで、ああ書けねえ大変だ辛いもうしんどいって言って頑張って書いてるのがプロの作家なの。だからそんな綺麗にさ遂行が間に合って、何前日発送じゃない1週間前発送でその後軽井沢に行って沈むみたいな、そんな洒落たことは誰もしていませんなので気にしないでください。一発回答ですかね。 できるわけない、うん、でしょ。面白 いや本当そう、結構ギリギリの方がこうアイディアが浮かんだりとかするんですか。違う違 もうアイディアが浮かぶとかっていうレベルじゃないの、プロは。10年とか20年書いてると、アイディアは絞り出すもの。なので、ここに石とかありますよね。ね、河原に落ちてる石をグッと拾ってきて、ギューって掴んでアイデアをポタッと。すごい。めちゃくちゃ大変ってことですね。それがプロの毎回の仕事です。へえ。そう、石から水を絞る仕事。だから創作ね、例えば今回小説家になりたいって人だから、みんな夢があるじゃん。憧れがあるかもしれないけど、石から水が絞れる人だけだよ、プロになって生き残っていけるのみんな新人賞取った後、みんな消えていくじゃん、書けなくて、うん、新人賞取って、その中で10人に1人ぐらいしか生き残んない世界だから、本当に石から絞んなきゃダメ。そうするとやっぱその書くことが好きっていうのは結構その絞る力になったりするのかもしれないですね。全然しないです。嫌いよりは。そうなんですか。関係ないから、性格がいい悪い、書くことが好き嫌い、うん、顔がいい悪い、うん、なんだろう、あと頭がいい悪い、あ頭いい悪い、全部関係ないっす。ポジティブ、ポジティブ、ネガティブも関係ない。
ポジティブ、ネガティブ関係で性格が本当に悪くて、頭が悪くて、性格が悪くて、顔が悪くて、背が低くて、頭がハゲてて、でも才能がある人もいる。うん、まあそうですね。まあみんなには嫌われるけど。でも頭の良し悪し関係ないって、ちょっと意外です。関係ない。だって頭の良い人っていっぱいいるじゃん。うん。ああ、そっか。だってまあ大学に行ってもいるし、そこら辺のね、研究所とか行けば理系とかめちゃめちゃ強い人もいるし、将棋指し、語、まあ、そうですよね。うん。あるいは指揮者、映画監督、頭の人ってやっぱりいるけど、でも小説を書いて生き続けるっていうのはまた全然違う力なので、本当に。お医者さんが、うん。あ、お医者さん関係ない。お医者さんが、じゃあ、うん、面白い小説書けるかって言ったら違うってことですか、ね、そうそう。だって医者も、本当に意地汚くて、性格悪くて、バカで、うんでも医者っているじゃん。こいつ本当に下品でやねえやつだって医者。そうなんですか。あ、まあまあ、そっかそっか。はいはいはい。知ってるでしょ、何人か。パッと思い浮かばない？なんか、後編で聞きたかったんですけど、今の関係ないっていうのは、はい、いろいろ関係ないって言いましたけど、年齢はどうでしょう、うん、つまりまあ、その若くてもある程度、年重ねてからもっていうのは関係ないと思うんですけど。全然関係ないです。僕が今から、今40になりましたけど、今からでも今日のこの、番組聞いて、そしてそれなりのことをやれば可能性はありますか？あるよ、もちろん。要するに、なんて小説家って自由なんでしょう。70歳でデビューして、80までめちゃめちゃ書いて、いい小説書いて死ぬみたいな人もいるから。超かっこいいじゃないですか、そんな。なんか絶対的な、こう、まあそれは僕の個人的なもんかもしれないけど、なんかやっぱりバイタリティとかないと、なかなか始められない。いや、それも関係ない。続けられないじゃん。やっぱ関係ないんだ。あ、でもほら、僕が一つだけ思うのは、実際に書いた人っていうだけ。そうか。要するに書かなければ、な、先はないので。理屈とか条件云々よりとにかく書いたか、まず。うん、そう。だから、もっと頭が良くないととか、ね、もっとセンスが良くないととか、文章が上手くないととか、うんうん。言い訳は全部消された。そう、イケメンじゃないみたいな、一切ないです。へえ、でも確かにちょっと小説とは違いますけど、宮崎駿監督も、はい、もうこんなことやりたくない、うん、もうなんで自分はこんな絵ばっか描いてんだみたいなこと、ずっとブツブツ文句言いながら、うん、あんだけ傑作書いてるわけですから、だからやる気とかも関係ないのかもしれないですね。関係ないよ。だって宮崎さんの立場だったらやらざるを得ないじゃん。だって公開しなかったら会社潰れちゃうんだから。そうですよね。でもそういうことです。結局本当にそういうこと。なるほど。何が何でもやるって決めたらやれる人だけが生き残る。おお、シンプル。そう。その上で才能がやっぱり必要かな。うんうんうん、あ、そういう意味での才能。やりきっても続ける才能ですね。続ける才能と、そのいいものを書く才能が、うんうん、それは何だかわからない。うん、はい、まあそうか、その以前にスタートでね、知っておくべきことがたくさんありそうですので、はい、続きはね、この後、ニコ動の方で URL あると思いますので。そうですね、あのね、はい、今回は正直保存版の神回になると思うので、とりあえず、加入してみて、1ヶ月経ってやめればいいんじゃないまあでも、イラさんが自信持って言うっていうのは。いやいやいや、そういうことですよ。そういうことですよね。いや、僕ね、これ書いてて、うん、これを本にしたら、こっちの方が売れるなと思ったの。確かに。確かに。うん、確かにって言っちゃったけど。はい、うん、じゃあ、ぜひね、今回、はい、たっぷりこの後お話を伺いたいと思います。それでは、皆様、引き続き後編で会いましょう。はい、後ほど。